よし、青春18切符じゃ特急は乗れないし、切符売り場で乗車券と特急券を買ったし入ろう。ホームに移動してきたけど、だいたい20分待ちかな。対向電車は38分発ね。さっき乗ってた電車が有地線にいるよ。てかまだまだ時間があるから待ってよう。あ、瀬戸行きの普通電車だ。115系3両ね。あ、来たわね。編成が長いから6+3の9両編成かな。先頭車の前に中間車がつながっているの初めて見たわね。出雲市行きが発車したわね。最後尾が雲波381なのね。今度は後続の普通電車が来たわね。普通電車見に行くかな。私が乗る電車の接近チャイムが鳴ったわ。おお、特急ヤクモ号ね。あれ、さっき見たヤクモ号は LED 方向幕なのに、幕式、まあ乗りましょう。自由席は4、5号車だから移動してきました。やっぱり381系は自然振り子式特急だけど、やっぱりカーブを曲がるときに少し傾いているわね。終点の岡山駅までゆったり過ごしましょう。そういえばゆったりヤクモ改造の際に座席を683系と同等型の座席に交換したみたいだけど、実はまだ私サンダーバード号とか北陸地区の特急列車に乗ったことないから、座り心地とか知らないのよね。あ、もうすぐ倉敷駅かしら。ご乗車ありがとうございました。まもなく倉敷に着きます。お出口は右側5番乗り場の到着です。乗り換えのご案内をいたします。倉敷から先、中庄庭瀬駅列車到着後、信号が変わり次第の発車となります。そういえば少し遅れていたのね。出入り口付近でお待ちください。倉敷を出ますと次は終点岡山に停まります。英語放送だけ自動放送なのね。ご乗車ありがとうございました。まもなく倉敷です。降り遅れございませんよう、お早めにご用意の上お待ちください。私は終点の岡山駅まで乗るけど、倉敷駅を出たら少しだけデッキに出てみようかしら。スピード出しているわね。岡山駅に着いたら何しようかしら。ホテル行く前に普通電車を見てからホテルに行きましょうか。あ、駅を通過しているわね。もうすぐ岡山駅ね。ありがとうございました。列車は間もなく終点岡山に着きます。岡山駅に着いたわね。
このまま買えそうになるのね。あれ ?7 号車だけ少し違うわね。国鉄型特急とか221系とかで見る車番表記ね。他の車両はゆったり役も改造で車番がプレートになってるわね。車内も少し違うわね。改めてこの連結を近くで見るとすごいわね。ちょうど回送列車が発車するみたいだから見ましょうか。サンライナーの改装が来たわね。ていうか117系の幕回し初めて見たわね。そういえば京都地区の117系4両編成いるのかしら。食パン顔の115系と普通の顔の115系がつながってるわね。姫路行きが来るわね。この電車見たらホテルに行きましょう。115系3両編成が来たわね。